皆さんこんにちは、熊澤でございます。前回に引き続きミックスの解体新書と題しまして、パラデータのパラミックスですね、をそれぞれパートごとに、実演しながら、解説しながらやっていく、そんな動画になっております。前回は、こちらですね、ボーカルのメインのパートですね、こちら、これをまあミックスしていったと、いうことになっており、ミックスというかまあ下ごしらえみたいなところをしていったというところなんですけれども、今回は、僕の中で、ボーカルの次に、軸になってくるこちらベースですね、をまあミックスしていきたいと思っております。で、今回使うプラグイン、前回に引き続き今回使うプラグインも、動画概要欄に、Amazon のアソシエイトリンク貼っておきますので、気になる方はぜひ、クリックしてみてください。というわけで、早速お話を進めていきますが、今回これですね、こんなサウンドになってます。はい、そもそもでコード進行がかなりシンプルな、ものになっています。おそらく1564かなんかの進行なんですけど、で、そのルート音を、ずっとなぞっているような、すごくシンプルなベースラインになっています。で、これはですね、ジャズベースを、オーディオインターフェースに直差しで、撮ってるサウンドになってまして、ですね、GTR ですね、GTR のクリーンかなんかを確か指してたと思います。GTR のこのクリーンというね、アンプタイプで、を指して、で、その後に確か、クレーマーのヘリオスを指してたような気がします。で、それで書き出しをしてるというような。まあ、リアンプしているような状態で書き出しをしています。で、ベースの音作りに関して言いますと、ジャズベースってすごくローが出ないんですよ。ローが出ないベースなんですね。なので、それをこう、いかにローを補強しながら、聞かせたいところをしっかり出していくかっていうのが、まあ、ポイントになってくると思います。で、まあ、大前提としてあくまで、音作りっていうのは好みになってくるので、これを一通り見て、あんまかっこいいベースサウンドじゃねえなーって思われる方もいらっしゃるかと思うんですが、あくまで好みという、前提でお話をしていきたいと思います。はい。ということで、もうひたすらベースのパートっていうのは同じフレーズを繰り返してますんで、ひたすらループしながらやっていくんですが、まず僕が、必ずやることというところで、ベースにいわゆるローカット入れていきます。もう大好きな Q10 イコライザーの1バンドのやつをね、入れていきます。この UI かなりおなじみがあって好きですよね。はい、僕大好きなんですけど、まあ、こっちで使っていきますけど、これはですね、ベースに関しては 40Hz ぐらいまでローカット入れちゃいます。はい、一応じゃあちょっとスペアナを入れて見てみるとですね、まあローが出ないと言っておきながらローは出てるんですよ。まあかなり見づらいんですけど、こっちか、変えられないか、この辺ね。まあアンプシミュレーターをかましているっていうところが実は僕の中ではミソにありまして、アンプシミュレーターってローがこの辺のロー出ないんですよ。だからあらかじめカットするっていう目的を実は持ってってたりもするんですね。ベースアンプじゃなくて、アンプシミュレーターを入れるメリットというか、僕が入れてる理由の一つとして。で、まあ、保険で、入れておくと。まあ、おおむね変わらないというところなんですが、
ごめんなさいね、1バンドのやつ入れちゃったんですけど、2バンドのやつ入れますね。さっきと同じように 40Hz 切ってますね。で、トップエンドをですね、僕は結構バックリ切ります。まあ最初3700とか 3.7K あたりで切っちゃいますね、僕は。これもまあほとんど多分耳に聞こえないところだと思うんですけど、まあここってあのベースアンプにマイクを立てて撮ってるようなあのシミュレーションをしてるわけですから、あのアンプシミュレーターで倍音の部分とか空気感とかがすごく乗っかってくるところなんですよね。なのでここを切ってあげることで、その余分な倍音を切るっていうところと、まあちょっと重心を下げるみたいな、意味合いで僕は入れることが多いです。で、この次に、僕がやることなんですけれども、Waves の R ベースを入れます。R ベース、ここ。はい。ちょっとバイパスして。まあ、原音こんな感じなんですけれども、今バイパスした音と、バイパスしてない音で原因を下げたわけなんですけれども、聴感上この R ベースを刺した後と刺してない後で、聴感上のボリュームが変わらないように設定した上でオフオンオフ、はい、ということでオンした時の方が、まあ、ローがぶっとく出てくる感じしますよね。でこれどういう原理かっていうと、このフリーケンシー、まあ、周波数で、まあ、80Hz がデフォルトで設定されてるんですが、この 80Hz のあたりに、まあ、ローの倍音を乗っけてるっていうようなプラグインですね。でこのインセンシティとかは僕は変えないっす。はい、もう刺したまんまで良いと僕は思ってます。これでかなりローが補強されるので重心も下がりますし、まあベースらしいあのローエンドのふくよかさが出てくるんじゃないかなと、思っております。で次に僕がよく使うのは、前回のボーカルの時にもかなり使ったんですが、こいつですね、プリグテックの EQP1A です。でこいつでさらにローを出します。でこのここがね、いわゆるあのハイカットになってます。ローパスフィルターになってるので、ここはもう 5K のとこでいいと思います。で 100Hz のローのところでまずブーストしてかかり具合を、こんなもんすかね。EQP1A 面白いところが、まあ、いわゆるパルテックタイプの EQ なんですけれども、同じ周波数帯、この CPS っていうところがいわゆる周波数なんですね。 20Hz、30Hz、60Hz、100Hz が選べるわけなんですけど、まあ、今回 100Hz を選んでます。 60Hz だとだいぶこの後作っていくドラムのキックと干渉してきますので、その上って感じですね。
で作っここ選択してるんですけど、ブーストとアテネーション、要はアテネーションってカットのことなんですけど、これ両方共存してるんですよ。ブーストしてカットするっていうのが、まあ、できる EQ で、ブーストした帯域よりほんのりちょっと上ぐらいをカットしてくれるんで、EQ カーブで言うと、まあ、何でもいいんだけど、こっちでいいか。あー、1バンドじゃダメだ。1バンドじゃダメですね。ごめんなさいね。1バンドではダメです。まあ、どういうことが行われているかっていうと、例えば、この辺ぐるんと持ち上がるじゃないですか。持ち上がりますね。で、これの、ちょっと下っすね。ちょっと上。ちょっと上をグリンと下げる。みたいな EQ が起きてます。はい。これがさっきの、このプイグテックの EQP1A の、なんか動作ですね。厳密にちょっと上なんで、厳密に何ヘルツとかちょっと僕わかんないですけど、ちょっと上が減るんで、よりタイトに作れるようになると。で、その後に、今度プイグテックのMEQ5 を指します。ローがぶっとくなってローが出てきたおかげで、今度指弾きしてるんですけど、その弦のビリビリ感とかのあたりが、まあローのアタック感みたいなところが損なわれていくとか埋もれてっちゃうんですね。そこをしていく。っていう感じですね。はい。で、僕大好きなこれですね。これでちょっと出っ張ってるところがあれば音程的に切っていっちゃうっていう感じ。ただ多分なんですけど、なさそう。超演奏上出てるところって多分ないと思うんですけど、ちょっと確認してみましょう。この辺ちょっと怪しいですね。切っときましょう。これもアタックタイム早め、リリースもかなり早めで、早く戻るような感じ。ほんとピークを一瞬潰してあげるような、レンジはマイナス6。今の特定の帯域が、の帯域の中で、ちょっとグンと出てきてしまうところを、グッと押さえてあげるような感じですね。で、ちょっとね、いつもとなんかちょっと若干違うチェインになってるんですけど、僕の場合ベースはかなり攻めた作り方をすることが多くて、まず削る、足す、足す、足す、削るっていう、いつもだと削る、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 足す、足す、足す、みたいな感じなんですけど、あらかじめ、こう、出音をチェックしながら、で、まあ、こうやって後段に刺してもいいんですよ。後段に刺していってもいいんですが、先にかなり攻めたセッティングをしていって、太い音を作っていくっていう。これ、ベースに関してはです。僕の場合。はい。で、ベースのコンプレッサーなんですけど、CLA-2A みたいに、まあ、刺しただけで音がぶっとくなる感じのものか、VCA タイプの、例えば DBX-160 のような、どこだ ?DBX-160 みたいな VCA コンプでしっかり、かけられるもののどちらかを選択することが多いです。で、DBX の160使うときは、もうリミッター動作させてしまいます。レシオ無限にして、
結構重弟子とか5ぐらいまで潰して アタックを出してあげて、召喚状かなりこうフラットなあのレンジというか、そういう感じで僕は作ったりすることが多いです。ただ結構これロックとかのサウンドには合うんですが、ポップス系だとこっちの方がいいかなっていうことで、CLA-2A を使います。で音が入力されて、まあ、各音に対してもうマイナス10デシぐらい潰してあげて僕はいいと思ってます。まあ、かなり、安定したベースが出来上がるんじゃないかなと個人的には、思ってますね。刺す言葉手の中に収まる電脳空間は今や人々を包み込んで現実との隔たりをなくしている。表層的なものばかりを実と思い込み多数に漏れるものは皆虚であると排他的な作り。新しい風が吹くと吹き溜まりに集まり風よけを探し淀んだ空気の中で影に身を潜める。変わりゆくものと変わらないものを抱きかかえながら未だ歩きかけ違えた過去を定めるためには影と光をただ受け入れながら。まあ、こんな感じです。ボーカルとベースが合わさって、まあ、こういう感じに聞こえてくると。ちょっとフェーダーいじりましたけどね。なんで、ここをベースとボーカルで合わせるかっていうと、これ、まあ、扱うジャンルにもよるんですが、特にポップスだったり、生音系の楽曲に関して言うと、ボーカルとベースがきちんと出ていれば、あとはミックスってかなり楽なんですよね。まあ、ボーカル、歌物の音楽に関して言えば、ボーカルっていうのがかなり顔になるパートでありまして、やっぱりベースって結構ないがしろにされがちなパートだったりするんですけど、このベースがかっこよく安定して歌を支えてあげれると、それ以外の、リズム楽器として、まあ、ドラムがあって、で、音程感を支えるバッキングの音程楽器上物が乗っかってきて、まあ、一つの楽曲を成していくわけなんですけど、かなり、しっかりと組み上げていくことができるんですね。なので、まあ、本当に、まあ、ベースっていうのは土台という意味合いがありますけれども、このベースがしっかりと安定して、まあ、それは、音のレンジ感っていう意味合いもそうですし、あとはそのピークの具合とか、まあ、音のレンジにも含まれますけど、で、なんかどっか余計な、ところが、
やたらと出っ張ってるとかそういうこともなく、周波数的な意味でも変にすごくローエンドのエネルギーが溜まりすぎてしまって、ボリューム感はかなりでかいのに、聴感上はそんなにガッツがないっていうことも結構あったりするので、このね最初の EQ の段階で、まあ、ローエンドをカットして、トップのところもカットして、あまりこう楽曲全体で見た時のベースとしての役割としてあまり、必要ないところっていうのをあらかじめカットして、やっぱベース本来の旨味である低域帯を、倍音補強していったり、こういう、ヴィンテージ系のね、ものでこれなんだっけ、オプションだっけ、オプションじゃねえや、なんだっけ、シフトだっけ、そうシフトだ、こういうねアナログ系の EQ でそもそも通しただけで倍音が乗る、かつローエンドをこういう風に足していったり、ベースこの 300Hz とかのあたりって結局ドラムのキックと、あとまあギターとかとうまくこう調和させるときにすごく重要なパートなんですね。ありすぎると邪魔をしてしまうし、なさすぎるとなんかスカッとしてしまって、なんかうまく混ざらないっていうこともあったりするので、このすごく肝になる300っていうところが非常に重要なんじゃないかなって個人的には思ってます。で、F6 で特定の帯域の中で出っ張ってるところをボリューム的にコンプレッションすることで抑えてあげて、で一番最後コンプレッサーでマイナス10デシぐらいバックリかけて、かなり安定したボリューム感でボーカルを支えてあげるっていうような作り方をしてます。で声裏返っちゃいましたけど、昨今のこのデジタル音楽としてこうストリーミングだったりダウンロードの音楽の聴かせ方っていうところにおいて言うと、さっき作ったこうローエンドっていうのが、まあイヤホンとかして聴く人とかはいいんですけど、スマホのスピーカーとかだとあんま聴かせてあげられないんですよね。結構その 200Hz 以下とかってあんまりスマホのスピーカーとかって聴けないんですよ。なので結構マスタリングだと結構 120Hz あたりローエンドのピークを持っていくようなマスタリングが結構主流だと思うんですけど、ベースをのラインを聞かせてあげるってなってくると、ローエンドが聞かせられないので、こう2次倍音3次倍音のあたりっていうのは結構重要になってくるんですね。なのでこの 300Hz っていうあたりをしっかりといい塩梅で出しといてあげると、ベースのベースラインっていうのがすごく聞きやすくなってきます。はい。でまあ脳が垂れてますが、最後にちょっとこう歪みなんかを加えられると、さらに配信環境とかでも結構ベースラインしっかり聞かせてあげられることが多いので、僕はシェップスの73を指しまして、何が正しいかわからない時代、氾濫した情報社会を泳ぐ毎日、秒速5センチ140字の過ち、指先一つで突き刺す言葉、手の中に収まる電脳空間は、今や人々を包み込んで現実との隔たりをなくしている。インプットだな。表層的なものばかりを実と思い込み、多数に漏れるものは皆虚であると、排他的な作り、新しい風が吹くと吹き溜まりに集まり、風よけを探し、よどんだ空気の中で影に身を潜める。変わりゆくものと。そうですね、これで
あ、こっちもか。ちょっと歪みを加えてあげる、ドライブさせてあげることでさらにラインが聞きやすくなります。歪ませるとザ歪ませたベースっていう感じになっちゃうので、ほんのり系、あのドライブ系の倍音的な意味合いというよりはドライブ系のものを乗せてあげると結構ラインが聞き取りやすくなってきたりするんですよね。まあこんな感じです。はい。で一応ルーティングとしては、このベース単体のトラックから、バスのねこの13、14っていうところで、リズムバスというところに、入ってきます。で最終的にはリミッターだったり若干 EQ はかけないかな、まあ、若干かける可能性もあります、調整用で。ただ基本的にはまあこう、リミッターで若干ピーク叩いてあげるような、バスに行ってます。はい。でまあドラム全体のキットが一緒に、リズムバスに入ってきて、リズムトラックで一つのバスにまとまって、そこでコンプレッションをするあるいは、リミッターをかけるというようなルーティングになってます。はい。でまあ前回も説明しましたが、前回ミックスしたこのボーカルっていうのはリバーブ成分も含めて全部この、ボーカルバスというところに送られていて、その後ろにある、こういう笛だったりとかピアノ、まあ、ギターっていうものが全部まとまって一つのバッキングバスっていうところに入ってきて、最終的にマスタートラックに、ツーミックスがね出てくる、マスタートラックにはこのバッキングバスとボックスバスとリズムバスっていう3チャンネルから音が入ってくるっていう、ルーティングになってます。でこのリアバスっていうのとトータルバーブっていうのは、まあ、最後の方、このミックス解体新書の最後の方にまた話が出てきますので、ご覧いただけたらと、思っています。はい。というわけで、まあ、今日使ったものが、Q2、まあ、Q10 イコライザーの2バンドのもの、R ベース、それから EQP1A、MEQ5、F6、CLA2A、で、シェップスの73という感じになってます。これでいらないところを切り、R ベースで倍音を乗せて EQP1A でかなり攻めた音作り、さらに下段で MEQ5 で、攻めた音作り、押した後に F6 を入れて、CLA2A がどこにいるんだCLA2A どこにいんの、あれ CLA2A ちゃんどこ行った、どこ行った、俺の CLA2A、 あ、いたいたね、こうやってプラグイン出しまくるとね、どこに行ったか分かんなくなるんですけど、はい、こうやってまた R ベースがいなくなるんですよね。はい。で、CLA2A でバックリ潰して、最後にシェップスの73でドライブさせるというような感じで作っていきました。でまあ最初にも申し上げた通り、やっぱりその音作りっていうのは自分がかっこいいと思うか否かで決まってきますので、ジャンルによってはもっとゴリゴリ歪ませてってもいいと思いますし、さっき出したような DBX の160っていうコンプレッサーにこの CLA2A を置き換えて、リミッターみたいな無限ですね、無限対1っていうようなリミッター動作をさせながらバックリかけて、さらにバイトのある噛みついてくるような奥から迫ってくるようなサウンドにさせるというのも一つ手段としてあるんじゃないかなと思いますし、ローエンドをもっとこうしっかり聞かせるっていうような方向に持っていってもいいと思います。はい。で場合によってはキックドラムとの低位感、まあ、上下の低位感っていうところで、ドラム、キックドラムの下にエレキベースのローがあって、ポンとこう押さえてあげるような作り方なのか、
キックの方が下にあって、その上でベースラインが動いているという作り方なのかによっても、最終的なこのローエンドのカット具合っていうのは、変わってくるんじゃないかなと僕は思ってます。はい。で、僕は個人的に、最終的にローエンドがしっかりと出てはいるが、キックよりも上にはいてほしいと思ってしまうタイプなので、そこは最後微調整していきます。で、今回指してませんけど、微調整用の EQ は HEQ を指します。完成してないですね。僕の中ではこの 40Hz までは保険でもう一回切っておくっていう感じかな。はい。まあ、こんな感じで音作りをしていきます。まあ、場合によってはこう 60Hz ぐらいまで切ってしまって、キックよりも上になんかベースが存在しているような、感じの音作りをされる方もいらっしゃるんじゃないかなとは思っています。はい。ということで、ぜひベースっていうのはね、結構こう注目されがたいパートではあるんですが、ここをしっかりと土台として作ってあげることで、ボーカルがかなりこう安定して歌ってるようなニュアンスっていうものもかなり聞こえとしてはあると思いますので、ベースってそのルートを支えるということが、まあ非常に重要な楽器ではあるんですけども、まあ、遊びに行ったりもしますよね。で、今回は本当にルート弾きっていうベースだったんですが、スラップベースとかそういったものに関して言うとまた全然音作り変わってきますね。はい。2K のあたりとかついてあげなきゃいけなかったりするところもあったりはするので、それはまあ適材適所というところではございますが、非常に王道な、ルート弾きの指弾きのベース、生ベースっていうところで、今回は解説をさせていただきました。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。熊沢でした。